クリストファー・トーマス・レイは、メジャーリーグベースボールの右投げ右打ちの投手。アメリカ合衆国のフロリダ州タンパ出身。2003年にドラフト3巡目でオリオールズから指名を受け、プロ入り。入団3年目となる2005年にメジャー昇格。リリーフピッチャーとして 2.66 という防御率を記録。さらに投球イニングを超える奪三振を記録。2006年は開幕からクローザーに抜擢され、33セーブを挙げる。2007年8月、右肘に針を訴え DL 入り。骨棘を取り除く手術を受ける。その際に靭帯にも異常が見つかり、トミー・ジョン手術を受けた。2009年のオフ、ケビン・ミルウッドとのトレードで、ベン・スナイダーと共にテキサス・レンジャーズへ移籍。2010年6月30日に、ベンジー・モリーナ、マイケル・メインとのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。12月2日には、ノンテンダー FA となる。2011年1月25日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。開幕メジャー入りし、8月まで29試合に登板し3勝2敗、防御率 4.68、ホイップ 1.38 の成績を残すが、同月に右肩を痛め故障者リスト入りし15日に解雇される。ありがとうございます。